ヘンリク・ダニエル・ダ・ヤシェルンドは、フィンランド・オーランド諸島・フィンストレム出身の、元同国代表サッカー選手、FC オーランド所属、ポジションは MF。スウェーデン系フィンランド人の家系に生まれ、イフ・フィンストレムス・カムラ・テルナでキャリアを始める。1998年にイフック・マリエハ・ハムーンエカ入試15歳で、プロデビューすると、1998年シーズン、途中から、 イフ・ブロマポイカルナへ移籍した1999年夏に16歳で、ウエストハム・ユナイテッド FC へ移籍金19万ポンドで契約することが決定し、スウェーデンのリーグ閉幕を待って10月に加入となった。2000年11月、リバプール FC のジェラールーリエ監督の希望もあり100万ポンドの移籍金で同クラブと契約、入れ替わりでリゴベールソングがウエストハムに移籍となった。 ユールゴーデン時代しかし足首の負傷で半年間ピッチを離れるなどトップチームでの出場機会は得られず2003年1月にユールゴーデンイフへローオンとなる。翌年からは完全移籍へ移行した。アルスベンス間、スウェーデンカップ双方を二度制し、両方を獲得した2005シーズンにはレギュラーの座もつかみ取りリーグで7得点の結果を残した。 2012年9月にアルスベンス間出場を200試合を達成し、背番号200番をつけて試合に臨んだ。しかしクラブは12月までの契約を更新しないことを発表した。2013年2月4日にオート BWFF と2年契約を締結する。2014シーズン中にイフックのルシェピントの仮契約を交わし、翌シーズンに正式加入した。 2019シーズンに1年契約でマリエハムンへ復帰。10月に現役引退を表明したが、2020年8月25日にマリエハムンのセカンドチームである FC オーランドと契約した。17歳で U-21 フィンランド代表においてレギュラーの座をつかむと2001フィーファワールドユース選手権にも出場した。2003年5月22日に行われた。 ノルウェー戦で A 代表デビューを果たした。2005シーズンにクラブで活躍したのを受けて、同年には代表でもレギュラーの座を掴んだ。同年11月12日に行われたエストニア戦で代表初ゴールを記録する。妹のアンニカ・シェルンドもサッカー選手であり、ドイツ女子代表として女子ユーロ2009に出場した。ユーロゴーデン時代の2007年。 体重管理のために炭水化物を控えたことが引き金で接触障害を患い数ヶ月間ピッチを離れた。ありがとうございます。